Amazon Web Services Japan 株式会社テクノロジーパートナー本部の安部と申しますこれより AWS の簡単なご紹介そしてレッドハット社とのこれまでの取り組みについてお話をさせていただきたいと思いますまずはじめに Amazon について簡単にご紹介をさせてください地球上で最もお客様を大切にする企業であることこれをミッションに掲げて日々ビジネスを取り組んできております これを少し紐解きますと常にお客様起点で物を考え意思決定していくそんなことを目指してきておりますそれを少し図解したものとなりますがこちらの絵となりますまずすべての起点これがカスタマーエクスペリエンス顧客体験というところから始まります顧客体験が向上してくればお客様数が増えてきますそしてお客様数が増えればどんどんんどんどん出品者が増えますセラーさんが増えます そしてセラーさんが増えてくるとどん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 ,どん選択肢が増えます品ぞろえというものが増えてきますそうなるとお客様はより多くの選択肢の中から自分に合ったものを選べるということから顧客体験がさらに向上しますこのサイクルを繰り返すことによって成長ドライバーが一気に進むことによって次のステージに上がりますそして 今度は調達これに対して規模の経済がいきますのでそこから低コスト体質こういったものが生まれてきますこれによって今度はお客様に対して低価格で物を提供するこんなことが実現できるようになりますそうしますと品揃え低価格こういったところからお客様の体験を向上していくこういうモデルでサイクリックにですねビジネスを成長させていくこれがアマゾンのビジネスモデルでございます アマゾンは設立以来お客様の体験これを向上するために数々のイノベーションを世に送り出してきましたその中で2006年アマゾンウェブサービスこういったものも開始いたしましたそして直近ではアマゾン Go というですねレジを持たないスーパーショッピングを体験するそういった店舗というものも提供を始めましたこれは多くの皆様が体験していることかと思いますが物を買って でショッピングをして最後に会計に並ぶどうしてもここに行列ができてしまうここの改善をするということが一つの取り組みとして行ったのが AmazonGo でございますこれは買い物の後にレジに並ぶ必要なくそのまま持って帰れるこんな経験を通してですねお客様の体験こういったものを向上してくるこれが Amazon の企業文化の一つの表れかなというふうに思っていますちなみにこの AmazonGo すでに全米多くの地域で活用いただいております、AWS、は アマゾンの成長の過程でビジネスの要求に応えるために生まれた Amazon の DNA を持つクラウドサービスでありますそしてこの AWS クラウドこれが実にこう進化を発揮する場所これはお客様が提供価値に集中できること。 IT リソースの管理運用というところにリソースを投入するのではなくお客様が差別化であったりトップラインを伸ばすためのビジネスそういったところにリソースを集中できるそういった形を作っていくのが我々の目指すところかと思いますそれは例えばですけれども必要な時に必要なだけ調達可能な柔軟性と可用性を併せ持つ IT リソースであることそれからマネージ型のサービスの活用で新たなイノベーションこれを迅速に使える環境であること そして豊富なセキュリティ機能やコンプライアンス要件の対応できるそういった環境であることこういったものが必要であるというふうに考えてきておりますそして AWS はそういったものをこれまで提供してきておりますそしてこれにより現在ですと数百万を超えるお客様にグローバルですけれども AWS サービスをご利用いただいておりますそしてさらにその利用率というのはどん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 上がってきていることからクラウド AWS クラウドというものは 世の多くのお客様に受け入れられているサービスの一つであるというふうに見て取れますさらに世界中のお客様の要望にお応えする形でインフラ AWS のインフラも拡充を続けてきておりますリージョンアベラビリティゾーンということがありますがリージョンこれは地域のことでありますそしてアベラビリティゾーンこれは論理的なデータセンターのことであり複数のデータセンター群からなるものです そして現在24のリージョンと1つのローカルリージョンこれは大阪にございますそして77のアベラビリティゾーンが展開しておりますさらには今後直近で4つのリージョンこれを稼働予定というふうな形でますますインフラストラクチャーの拡充というものを進めてきておりますそして175を超える主要なお客さんに提供する AWS のサービスこういったものも提供してきております コンピューティングモバイル機械学習であったり IoT であったり量子テクノロジーこんなものも提供してきております。でこれらの多く90%のサービスこういった機能はお客まのの声を起点に開発したものでございますそして残り10%に対してもお客様の潜在的な声を要望を汲み取って開発したそんなものになっております。常ににお客まの声をを起点に物事進進めていくそんな形ででこれまで進めて 日本でもすでに数十万のお客様にご利用いただいておりますその中でも東海ホールディング様こちらのお客様ではレッダーとオープンシフトでリケティこちらを AWS 上で活用することによってグループ各社のウェブアプリケーションこういったものを集約してセキュリティ強化と同時に開発スピードこれを大幅に向上されたという事例になってきておりますこういった事例がどんどんんどんどん出てきているのが現状でございます このように AWS ではエンタープライズ数多くのお客様にご利用いただいていることがご理解いただけたかと思います。そしてそうしたエンタープライズのお客様に多く利用されておりますレッドアット様とのソリューションこちらについても AWS は長い取り組みの歴史を持っております。ここからは少しレッドアット様とのこれまでの取り組みについてお話をさせていただきたいというふうに思います。まず2008年2008年から レッドハットエンタープライズ Linux、こちらは利用可能というふうになっております。そして2011年、こちらはちょうど AWS にとっては東京リージョンが開設した年になりますが、この時、レッドハットエンタープライズ Linux、オン AWS がお客様の要望に基づく形でオンデマンドで利用できるような形になりました。そして2012年、この年には JBOSS ミドルウェア、そして2015年、この年に SAP デーータベースのの利用というのも可能になりました同時に OpenShiftDedicated それから Ansible こういったものも AWS 上で活用できるようになりました2017年になりますとレッダーと OpenShift にサービスブローカーを介した AWS サービスの統合そして2018年これまでは SAPHANA だけでしたが幅広く SAP 様が提供するサービスこれをできるような形で SAP ソリューションへの対応というものもオンデマンドで利用可能となりました そして2020年今年となりますが RedHatOpenShift サービス OnAWS こちらのリリースを発表させていただきましたこのスライドの後で少しこの OpenShift サービス OnAWS こちらのご紹介をさせていただきたいというふうに思いますまず RedHatOpenShift サービス OnAWS こちらですが RedHat 社と AWS でサポートする重量課金のフルマネージドサービスという形になります これまでオープンシフトこれを利用する際にはお客様自身が構築管理運用するのかもしくはレッドアウト社が構築管理運用するのか3つ目の選択としてはレッドアウト社とお客様の間で分担して構築管理運用するこういう3つの選択肢3つの提供方法がありましたが今回のこのリリースによって AWS が構築管理運用するという4つ目の提供形態これを提供する形になります。 これによってお客様は運用の煩雑さを軽減するそして AWS コンソールからすぐ利用できますので開発者によるイノベーションこれを促進するさらには重量課金ということでクラウドのメリット課金モデルによるメリットこれを享受いただけることができるようになりました少し特徴について4点に絞ってお話をさせていただこうと思います。まず1つこちらのサービスは AWS の一つのサービスとなりますので AWS コンソールからご利用いただけます簡単にコンソールから起動することが可能となりますまた AWS サービスのその他の AWS サービスと同じような形で OpenShift これが利用可能となりますので請求という観点でも一つに統合された形でお客様へ提供しますこれによって請求支払いという管理が非常に簡便になるかというふうに思います さらにもう一つこちらは統合されたサポートになりますがエンタープライズクラスのサポートこういったものをレッドハット社と AWS 社で共に連携して提供しますのでお客様は AWS サポートに問い合わせることでオープンシフトのサポートを得ることができます4つ目となりますが AWS が提供する175以上のを超えるこういったクラウドサービス ここここううういいいっっったたとのとこととのの連携性こういったも,のも高ままてくることがメリットというふうに考えられますエンタープライズビジネスにて豊富な経験と実績をお持ちのレッドハット社とクラウドコンピューティングを2006年からお客様の声を反映する形で提供しビジネスで多くの実績を積んできた a ー s ベスこの2社が協力してエンタープライズクラスのコンピューティング環境をお客様に提供していきます。これにより 多くのユーザーから要望のあったインフラストラクチャー間の一貫性やハイブリッド環境での相互運用性エンタープライズクラスのサポートそして高い信頼性と拡張性安全性が担保されたインフラストラクチャーという課題に応えていけるものと考えます。クラウドサービスコンテナ・クーバネイティスといったテクノロジーに投資する組織は市場の変化や競争力に迅速に対応しセキュリティの脅威に対する回復力も高いというふうに言われています。 ぜひこの素晴らしいコラボレーションを AWS 環境で体験してみていただければ幸いです。ごご聴ありがとうございました